はじめっちんちでこれ俺と同じ顔？いや違う。あ、違う？違うんだ。はじめっちんちでブレイフロンティアを、ブレイブフロンティアです。でも略してブレフローでしょ。ブレフローです。ブレフローをやりたいと思います。楽しいゲームなんだよね。楽しい RPG です。スマホの RPG でワンタッチでできるっていうゲームをね、はじめっちにいろいろ教わって、今僕はダウンロードしてインストールしました。しかしなんでかね、つなげることができないんで、今日ははじめっちの携帯で、そして僕の方でちょっといろいろみんなにね、このブレフローのね面白さを伝えたいです。じゃあいきますか。いきますか。これ後半です。後半です。じゃあ行こう行こう。よし。というわけで前半で教えたんですけど、まあ先始まった、前半で、前半で教えたんですけど、はい、まあ戦闘を教えました。前半で戦闘、まっすぐ簡単だじゃなかった。あ、戦闘が簡単だ。戦闘は簡単だ。めっちゃシンプルだよね。そう、やりやすいんですよ。やりやすいね。じゃあ次はこのなんかね、ゲートの狭間っていうのがあるんで、これなんだ。当てていいじゃん、これで。いいよ。これはオンラインだ。あ、違うか。オンライン、あ、イベント的な。そう。おお、当てた。よし。クエストがそのいつでも行けるストーリーのある話で。なるほど。ゲートの狭間っていうのは、なんで俺は合ってないじゃん。笑ってる、ね、笑ってる、ね、笑ってる、ね、初めて違う、面白いから。そう、ゲートの狭間っていうのは、お、俺笑ってないよ。この宝箱は何？これこうなんかもらえるの。ちゃんともらわないと怒られるぞ。マックスまであるんだよ、ジュエルキーっていう。ああ、分かった。当てていい？いいよ。召喚するためのものが、鍵があると召喚できるんだよ、モンスターを。で、それが5個集まると召喚できるでしょ。それはこのダイヤってやつ。ああ、ダイヤなんだ。まあまあ、これもクエストクリアしたらダイヤも手に入るし、はい。まあ今のジュエル機っていうのもゲートの狭間に関係してます。はい。これがそのゲートの狭間のイベントクエストです。いいいいね、うん、ファミ通ともコラボしてるんだ。そう。へえ。でさっきのジュエル機っていうのは、はい、この鍵かかってるのがあるじゃん。鍵、これを開けるやつです。それが何個あると、何個、100個あると開けれるとか。1個で開ければ。あー、1個で嘘。え、いいけど大丈夫でしょ。うん、大丈夫。そしたらこの1時間の間、はい、さっきの板のいわゆる自分のユニットを強化できる強化系のモンスターがめっちゃ出るっていう。はい。もう上でいきますか。メタルパレード OK。 どれ、あとちょっと選択肢ね。助っ人、じゃあ強そうなの当てちゃうよ。うん、こいつ強い。こいつ強い。よし、行くか。行こう。経験値上げよう。上げよう。来たぜ。おお、なんかホースライムみたいな感じだね。飛んでるぞ。まだ使えないな。あ、そこのあれは止まってから。はい。こいつはかっこいいっすよ。1しか黒はない。ああ、なんか、あ、そうか、わかるよ。これその回数で倒せるって。そうそうそう、知ってるよ。宝箱タッチ。で、怖いね。まあ、いつしか食らわないか。まあ、基本的にこのメタル系を倒して、それを強化合成して強くしていくのが普通です。おお、勝った勝った。おお、いくぜ。なんで笑ってるの。いや、バカにしてる。いや、してない。してない。手間取らせるな、もう。で、これは普通電車でやるもん。ん？電車の中でこう暇な時間をこう、うん、まあ、片手でできるからさ、電車が一番。そう、多分電車とかをターゲットにしたと思うんだよね。でもなんかこういう動きもこういう動きもない。ああ、でも片手でできるんだ。そう、いいね。やっぱね、片手でできるのがいいね。おお、いや、今300万ダウンロードもされてるんですね。すごい。だいぶ来てるらしいです。何バカにしてんの。知らないよ、黄色いやつ。ちっちゃいのは、ちっちゃいの弱いんでしょ、強化。強化はあんま効かないんでしょ。そうそうそう。
分かってるね。分かってるよ、大体分かるよ。多分みんなも分かってる。完全分かるでしょこれ。うん、でずっと20年間生きてればさ、ゲームいっぱいやってるからさ、あた、こういうだねって分かるの。本当に分かりやすいゲーム、うん、それだけ分かりやすいってことだ。ブレイバスティアイグラビアン、このね、細かいね、動きがいいよ。必殺技画面ってこれだって、今、左手、右手、両パンチだよ。こんなの他のゲームでない。おお、今飛んだ。リーナを飛ぶんだよ。え、上まで行けちゃう。そう、でも本当に縦横無尽に動くってキャラが。やばいね、隕石とか落としたりとかある。なんでダメ。いや、わかんない、ありそうじゃない。まだありそう、まあ、全部のキャラ見せないからさ。コングラチュレーション。あ、そう、言えた。どういう意味でしょう。え、コングラチュレーションの意味。おめでとう。おお、わかるや、それだって一緒にイギリス行ってたやん。半年一緒。半年一緒。あ、全く一緒。ほら、はい、このクエストだったら手に入るのが全部強化系のモンスターです。はい、なんでモンスターを、モンスターじゃない、ユニットか。はい、なんでユニットを強化したいときは、はい、このメタルパレードに行くのがおすすめです。メタルパニック、メタルパレードです。あ、メタルパレードに行くと、うん、その強化合成できるモンスターをゲットできる。そうそう、それでどんどんレベルを上げて、あ、こいつらがレベルアップさせる役目があるんだ。そうそうそう。へ、やってみる強化。はい、ユニットの、はい、強化合成。はい、うん、一人でできるの、これ一人でできるもん。できるもん。やってみる、やってみる。じゃあやらせて。え、じゃあ、どれ。じゃあこいつで。でもこいつね、あ、強すぎてあんまレベル上がんない感じ。でも、はい、80レベルまで上がるんだよ。おお、あと2レベル。じゃあ行こっか、2レベルマックスにしようぜ。すぐね、できるんだよ。はい、まあこれ 4匹いれば多分。やべえ、いくかな、ギリギリいくと思う。じゃあ行きますか。はい、あ、待って、俺がし、お、やべ、あ、これ大成功とかあるんでしょ。なんでわかった。いや、それは長年やってればわかる。まあね、うん、次で、もう1レベルいくかどうかっていう。おお、これでマックスまでいきます。マックス村井じゃん。こういう感じで回復薬とか、はい、いろんなはい、アイテムがあります、はい、ブレフロはアイテムすごい重要だから、あ、アイテムをしっかり揃えてクエストにクエストに行くのが大切です。大切、うん、なるほどって感じかな。うん、うん、大体分かったよ、ブレフとブレフロ。感じです。めっちゃ出た、なんか。ごめんごめんごめん。いやいや、いいよ。ブレイブバーストしたの。じゃあやるか。ええって何だって、やるんでしょって。今教わったことを全部自分でできるかっていう確認。クエスト。あれと一緒だよ、免許でさ。あ、免許ね。そう、じゃあお願いします。今日はアグネの地方でも行くか。素材ドロップ率がアップ、これだな。お、まあちょっと時間の都合上こっちに行くか。これ映しちゃダメなんだよね。そうなの。え、わかんない、わかんないけど、これ他の人なんでしょ。うん、けど匿名なんかでいいんじゃない。まあそうだね、強そうなの。どうやって見極めるんだろう。なんかね、じゃあカッチュインの人、これだ。敵をね、長押し、キャラを長押しすると見れる。ああ、なるほど、これこうでも見えるでしょ。まあいいね、もう100レベルやばい。いろいろ教わったからもう全部できるよ。ブレーキもしもやばかったらここ踏んでね。踏む踏む、ベベ、よし、くせ。うわー、光が弱くれた。よし、リザードマン。リザードは英語でトカゲなんだよ。そうなの。え、知らなかった。知ってた。え、初めっちの一番の
このゲームで一番何が面白い？いや、普通に戦いも面白いけど、はい、キャラがいい。ああ、キャラ。だって実際にさ、戦闘でちゃんと動いてくれてる。そう、それだよね。で、自分の動きで攻撃してくれるんだよ。それ大事。めちゃくちゃ大事だ。可愛いんだよ、うん、リーナちゃんとか見てみ、このアイコンの顔。ああ。髪の毛サラサラやで。ねえ、リーナちゃん。ティアラは顔色悪いけどさ。これモンスターじゃん。モンスター。え、彼女にするとしたらどの子？いや、後で教えてあげる。ああ、後で。おすすめの女の子がいるんだよ。へえ。うわ、そうだよ。何する？まあ、おぉ、だいぶ使ったね。アイテムね。いや、減るもんじゃないんだから。まあ、こんな感じか。まあ、本当に、なんて言うんだろう、ブレイブバーストのタイミングとか、はい。ブレイブバーストよりスーパーブレイブバーストを使った方が良いっていうタイミングもあるから、なるほど。いろいろ、なんか、考えながら戦わなきゃいけないんです。ああ、考えるゲームなんで。まあ、でも、操作は簡単だけど。はい。というわけで、最後にですね、はい。ブレイブフロンティアの醍醐味である、キャラクターの可愛さについて。ああ、ボックスってやつ。ボックス。モンスターボックス。図鑑がついてる。ああ、図鑑か。今まで手に入れたユニットは図鑑に載ってるんで。へえ、図鑑なんてあんだ。ユニットが全部載ってます。ブレイブ図鑑。どれが一番可愛いの？俺のおすすめはね、これがね、ちっちゃ。これはドット絵、戦ってる時。え、お、広げる。おお。どう？シンプルだ。こんにちは、ダンテ君。いや、え、髪長い子好き？まあ。でもな、え、あに、な、長すぎるよね、髪。現実じゃありえないぐらい長いじゃん。ディズニーだって。いや、可愛いってことで。まあまあ。うん、まあとりあえず、まあ可愛いってことは分かったよ。そう、可愛いユニットもいるし、うん、アリエットとかかっこいいと思う。うん、かっこいいのよりやっぱね、女性の方がいい。兄さんの名を汚さないよう頑張ります、どうか見ていてください。え、いろいろセリフがあるの、まさか一人一人。ちゃんと設定もあるんだよ。え、すごくね。そう、一体一体ちゃんと訳があって戦ってる、ちゃんと。え、やばくね。だって700体ぐらいいいんじゃん。そう、全部ちゃんと理由があって、なんかキャラ、ユニット同士の関係とかもあるんだよ。へぇ、ちゃんと話がつながって、ストーリーがちゃんとあんだ。全部ある、キャラも。いや、枠ね。だって他のには絶対ないじゃん。あんまりそこまで、ないね、そこまで凝ってるのないよ、一人一人さ。いや、枠ね、これ。いや、なんかね、話、泣ける話もあるんだよ。へぇ。え、はじめ社長も作るじゃん、なんか YouTube やめて勇者になった。だからマジこのリラウスって子なんて、はい、魔族の父と人間の母を持つ少女、はい、つまり魔族と人間の間に生まれた。おお。で、魔族として挑んだ、なんかこう戦いで、あれこれなんか、そう、この要するに魔族として、魔族の父と母を持つ少女で、白い獣との戦いで彼女は自分が半分人間半分魔族であり、はい、人としての心を捨てきれないことをしたい。俺じゃん、俺ハーフだし、ハーフです、うん、同じ境遇。ちょっと分かる、この説何？分かる分かる、俺もよく差別があって。大丈夫ななるほどね。ここまでね、奥深いゲームだとは思わなかった。俺は全ユニットもうただタッチするだけのゲームかと思ってた。なわけないんですよ。なわけないよね。本当に細かい設定までもされてるし、お話もしっかりできてます。300万ドアンロードね、なだけあるよね。うん、だから初めっちもやってんのか。いや、けど俺は単にやりやすいから。ああ。すごい軽くタッチするだけでできるし、とっても面白いゲームだと思います。ぜひ。本当にめんどくさがりなんですよ、僕。俺もだから手の込んだゲームとかあんまり、あ、考えたりするのもあんまり好きじゃないかな。なるほど。俺もなんかもう RPG、 俺怖いゲームが嫌だ。だからこういう怖くないゲームなら俺できそう。じゃあちょっとはじめ社長を
超えたいと思います。ぜひ超えてください。100ラン、あ、100レベルまでいきたいと思います。いやもう多分その頃にはもう200とかなってると思う、はい、ぜひぜひみんなも、遊んでみてはいかがでしょうか。See you! PDS 株式会社